まあ、もしくは施設で亡くなるという形に今どんどん変化をしているんですね。でさらにこう問題となってきているのがこの認知症の部分というところで、認知症がですねやっぱり年齢が高くなってくることによってこの、発症率ですね、有病率っていうのがすごく高くなるというようなデータが出ております。で、まあ、当然なんですけど高齢者が、増えるとともにいわゆる認知症って言われている方も増えてきてしまうんですね。まあ、認知症なんかは特にその僕らもそうですけど非常にその、ね、大問題っていうわけじゃないですけどよくあの日常生活で僕ら体験するのがですねあの保険証とかを最初にお預かりして返すんですけどちゃんと返してるんですけど保険証もらってないわなんて言われちゃうこととか、まあ、よくあるんですよね最近。だからそういう人がやっぱりこう目の前にいっぱいこう増えてくると自分の周りにも増えてくると。じゃあそうした時にじゃあどういうふうに対応したらいいんだっていう話になってくるんですけどそれでもよくねあのその認知症の対応力の向上研修会っていうのがあるんですけどそういうのに使われてるスライドがこちらなんですけどそれでもですね施策の推進っていうところで出てくるのがなんか見たぞですよねこれさっきの地域包括ケアシステムなんですね。やっぱりこの地域でちゃんとこの概念としてみんなの、認知症であってもあるいは介護であってもちゃんと周りがみんなでこう、地域で見守っていきましょうよということを言われてるんですね。で、まあ、認知症に関してはですね多分あの行政さんの方からですね、まあ、あのオレンジプランって言ってあのオレンジサポーターの講座とかそういうのは多分あのやってらっしゃると思いますのであのそういうのにまたこう参加していただくと、認知症ってどういうものなのかなとかどういうふうに対応したらいいのかなとかさっきも言ったんですけどいきなりねあの保険証返してもらってないわとかって言われても実際返してるんですけどあのこっちはどうやって対応いや返しましたよって言ってこう押し問答するわけにもいかないのであのそういう時にじゃあどうしたらいいのかなっていうところをちゃんとこうあの知っておくっていうことはとっても大事なんじゃないかなっていうふうに思います、ね、なので、まあ、簡単に意訳というか、省略分かりやすくご説明させていただきますと人口の減少と高齢者の増加ですね、いわゆる担い手の減少とケアを必要とする人の増加ですね、これがとにかく急速に進んでいくということがあの見込まれていますのであのとにかくそれによってですねあの担い手がとにかく少ないということなので地域で、住み慣れた地域でですね自立した生活をみんなで送ってくださいねとか、まあ、あるいはそのピンピンコロリで、元気な状態でいましょうとかそういうことも大事ですねっていうところです。でやっぱり実際その介護士さんとかの減少も今非常に予測されていましてあのなかなかその介護を受けたくても受けれないっていう状態がもしかすると出てきちゃう可能性って十分にあるわけですね。なのでできたらその皆さん自身がですねピンピンコロリを目指してあの少しお口の健康ですねっていうところにもこう気を使っていただけると嬉しいかなというところなんですね。で、この今地域のですね歯科診療所の外来受診率っていうのをこうデータが出ておりましてこちらの方を見ていただくと65歳以上75歳以上のこのところからですね急にこのガクンと歯科診療所病院とか一般診療所の受診率は逆に上がっているのに歯科診療所に関すると非常にこうドコッと落ちてしまうっていうところですね。ですから歯科はどうしてもですねその外来の診療がどうしても中心でなかなかその要介護の高齢者だったりとか入院の患者さんだったりとかの診療体制があの追いついてないいわゆる在宅歯科医療の提供がやっぱりどうしても不足しているっていうのが、まあ、ちょっとこういうところでこう出てきてしまってるのかなっていうところでもあるんですけどのもあの結局どうしてもですねこれも同じですけども通院できなくなってくるわけです上のところで。なのでじゃあ僕ら歯科っていうところがですねいわゆる地域包括ケアシステムの中でじゃあどんなことが協力できるのかなっていうとやっぱりその訪問歯科診療というところになってくるんですね。であの幸いなことにですね本当にここの東海市さんっていうのはですねあの歯科医師会と、医師会さんとか薬剤師会さんとかが非常にこう連携が密に取れていますのであの非常にこう訪問診療だったりとかそういったところもあの充実している地域だなっていうふうには僕は自身は感じているんですけどもあのそういったところでですねあの歯科の、口の中の問題ですねっていうところを、見つけた際にはですね早めにっていうところが大事かなというふうに思っております。で、まあ、なんでこの歯の悲しまばっかりな、まあ、歯科医師ですからこの話になっちゃうんですけども
これは一応愛知県歯科医師会の中で過去の調査で、一応この目とか耳とか歯とか喉、舌ですね、鼻で大切に思う順番を、バラバラに単独でねこう聞いたんですね。そうした時に歯の意識ってもう皆さんねそんなにこう高くないんですよね、当然で、まあただじゃあ質問を変えまして、楽しい食事をするためには何が大事ですかみたいな話をすると、まあ意外にこう結構気になったりとかしてるわけですね、まあ、歯の健康ですね、まあ、いわゆる歯の健康だったりとか、まあ、食事とか、まあ、そういうのもあるんですけど、結局この1位にやっぱり歯の状態がいい状態が大事なんじゃないか、健康な方がいいんじゃないかというふうにあのデータが出てるわけですね。だから歯とか口の役割っていうのは、話したり、笑ったり、まあ、呼吸もそうですし食べたり、ね、あるいはこう、まあ、キスをしたりだとか、まあ、あるいは感情表現だったりとか、ね、笑ったりとかって、こういうことのこう全てのこう私たちのですね、こう人間性そのものを表しているじゃないかなというふうに思うわけですね。なのでやっぱその口にっていうところにちょっと注目をしていただけると私たちとしてはとても嬉しいです。で今ですね、あの人はですね、一応一生の間に70トンの食料を食べるというふうに言われてるんですね。で、1日3食ですね、1年365日、まあ80年だったとしても8万7600回ご飯食べるわけです、ね、でそれをまあ食べるときに、まあ、70トンぐらいになるわけですよね。でこれを食べるときに使ってるのは当然なんですが、歯なんですよ。で要介護高齢者の日常生活においての関心事で、まあ、大体聞くのって食事なんですよ。何が楽しいですかって聞いたら、まあ、食べること以外ないからねなんてことをやっぱりこう言われてしまうわけですね、まあ、実際特にその施設なんかですと、特に今はあのコロナでですね、皆さん外出も制限されたりだとかですね、あの部屋から出るなみたいな感じなのがこう言われたりとかしている状態なので、あの本当に逆に診療に僕らが行くことで、お話ができるからそれも嬉しいんだよみたいなことを言われちゃうぐらい、あの今喋れてないっていうのは施設の方側の現状なんですね。でもご家族でさえ面会ができなかったりとか、ガラス越しに面会をしていたりだとかっていうところなんです。なのであのそういったところで、ね、食べることっていうのは非常に皆さんの中で、とても楽しみの一つになっているわけです。でなかなかね、今普通に元気だとですね、当たり前のように食べてるので、それがあのさもそれが一番楽しいなんて思わない場合もあるんですけど、あの実際あのその食べれるっていうありがたさっていうのは、その年配の方になればなるほど感じてらっしゃるという感じですね。で美味しくね、ものを味わうためにはやっぱこう味覚っていうのはすごく大事になってきて、その味覚で中にも甘みとか酸味とか苦味とか、ね、塩味とかうまみとかあるんですけど、まあ、その次にですね、この風味ですね、香りとかね、そういったところが出てきて、今度は、その実際の食事の硬さだったりとか、あるいはその温度だったりとか、そういったことも、美味しく食べれる要素ですよね。あるいは、環境、どんな人と食べるのかとか、誰と喋って喋るのかとか、こういったこともとっても大事ですと。で、この味覚に対しての影響っていうのは非常に、いろんなところから影響を受けるんですね。いわゆるその、薬剤で、唾液が少なくなってしまうっていう方がいらっしゃるんですけど、これ唾液出なくなるとですね、唾液の中にアミラーゼっていう、消化酵素が実は入ってるんですけど、まあ、それによって、まあ、消化の第一段階をお口の中が実はやっているんですけど、当然なんだけどそれによって味が落ちちゃったりとか、まあ、あるいは当然カレーだったりだあのまあ、口の中の疾患って書いてありますけど、歯がなくなっちゃったりとかで、噛めなければ当然あの中の味のものを引き出すっていうこともできなくなってしまいますよね。なのでそういったところでですね、とにかく、この周りの状態が悪くなっちゃうってできるだけ避けたいっていうふうに思うわけですね。で今どんどんですね、歯を持ってるっていう人が増えておりまして、8020って聞いたことないっていう人います？いないですよね。8020運動って今愛知県が実は発祥なんですけど、愛知県がこの8020っていうこの、フレーズをですね考えまして、現在今37年目ぐらいですね、
なるんですけど、ちょっと2年ほど前ですね、2020年の時にですね、35周年っていうのをやってましたけども、愛知県発祥なんです。でそれがですね、今もう、802、80歳になっても20本歯を残しましょうっていう運動なんですけど、まあ、これを達成している人が大体、平成28年の時点で 51.2% ですね。でこの歯科疾患実態調査っていうのはですね、大体今5年に1回やってるんですけど、この平成28年から5年後っていうと令和3年ぐらいになるんですけど、コロナになっていまして、調査そのものが今行われていないっていうのが現実でして、なので一番最新な情報でもごめんなさいなんですけど、この平成28年というのが今の最新情報で、それでも今言ったように 52.1% の人が今80歳になっても歯が20本以上残っているというような状態になっているということですね。で、まあ、こちらも子供年期別推移としてこう表してるんですけど、だから一応本当は去年記念さ、その歯科疾患実態調査っていうのをするはずだったんですけど、今年ですね、するはずだったんですけど、多分今やれてないかなっていうところなので、またやれて最新情報が出てきましたら、また皆さんにご掲示できるところがあるかなとは思いますけれども、とにかくこの愛知県発祥の8020運動って皆さんほぼ100% に近い人が今知ってるっていうフレーズに今なってきてるわけですね。で今実際この、愛知県でもですね、この8020の、達成したっていう数がですね、今1万人を今年度超えました。一昨年ですね、令和2年度の時は、どうしても新型コロナで緊急事態宣言が出たりとかで、なかなかチェックができないとかそういうのもありまして、6000人ぐらいになっちゃいましたが、年々増加しまして、令和4年度の、6月時点ですね、では1万人の方が、愛知県の中でも、8020で表彰をされているというような状態になってきているわけですね。でいわゆるどういうことかっていいますと、高齢者の方が歯が残ってるっていう時代なんですね。で昔はですね、もう即そういればみたいな状態だったかもしれないんですけど、今はこう歯が残っているということなんですね。でこの8020運動をですね、やっぱりこの推進するために、こう例えばこの卑弥呼が歯がいいぜって言って、これもですね、まあ、調べてもらったら出てきますけども、まあ、弥生時代の人はですね、現代人に比べて噛む回数が何倍も多かったと考えられてますので、まあ、それにあやかって